香港から鳥取へやってきた観光客、絶賛するのは焼肉です。実は香港の人たち和牛が大好きです。こちらは香港のとあるビル、店の看板には大山黒牛、香港に出店した焼肉店です。客でにぎわう店内で流れているのは日本のバンドの曲。香港では日本が誇る和牛が絶大な人気を集めているのです。去年12月、米子と香港を結ぶ期間限定の定期便がおよそ3年10ヶ月ぶりに復活しました。定期便は来週月曜までとなっていますが、搭乗率は苦戦を強いられました。米子ソウル便は再開した去年10月以降、8割を超える好調な搭乗率を記録していますが、香港便の先月の搭乗率は5割ほど。閑散期であることや円安の影響でアウトバウンドの需要が伸び悩み、コロナ禍前の定期便の搭乗率と比べると低調となりました。しかし今月に入ると、中国で旧正月春節を迎え、おとといの米子からの出発便は満席になっています。刺身、カニ、そば、especially for カニ here。 旅行客からは定番の思い出が聞かれる中、和牛、あ、いやいや、sure sure、yeah、 did you eat？Yeah, this time, yeah. How does it taste? Good, of course. Yeah, 焼肉は好きで。Delicious. Expensive. Expensive. Yeah, expensive. でも大人気です。I eat here and two times. Here. Very good. Very good. Yeah. 旅行中、多くの客が食べたというのが和牛です。米子市の焼肉店、京商亭。大山黒牛が楽しめるこの店では、連日香港から多くの客が訪れています。先週の水曜は、なんと1階と2階もすべて香港の方だらけで、特に2月は春節ということもありまして、日本人と、ほぼ同数の方がいらっしゃってます。安心安全で品質も高い和牛は、香港をはじめ海外では一大ブランド。米子香港便や円安がこの店の人気を支えていますが、人気の理由はやはりあの店です。Store is open in Hong Kong. We want to try. January is open one in the Causeway Bay, but we didn't come to there. 京商亭は先月、香港の現地法人とタッグを組み、香港の一等地コースウェイベイに香港京商亭をオープン。米子の京商亭が肉のカットや盛り付けを指導。大山黒牛などの食材を提供していて、香港の和牛ファンの舌を楽しませているといいます。両国で店を展開する中、やはり願うのは米子香港間の定期便の就航です。この便の廃止は、私たちだけでなく山陰の観光においても大きなダメージになると思います。今後、鳥取県と協力して香港便が継続するように努力していきたいと考えています。香港京商亭は今後、マカオや深圳にも店舗を拡大する計画とのこと。和牛人気にあやかれるか、米子香港の定期便の行方にも注目が集まります。